さあ皆さんやってまいりましょう。ルルナルでございます。お越しいただきありがとうございます。おはなるこんでございます。え、ママたちよ、来れるもんなら来てみさらせということでね、ママたちをなんとかやり過ごしました。それではエレベーターに乗って、なんかベッドルームこいってますね、行きたいと思います。あれ、動かない、どうして。うん、そう、イライラするのはわかるよ。でもローズちゃん、落ち着くんだ。そう、落ち着くんだ。ローズちゃん、なんでこんなことするの。結晶が欲しいんでしょ。はい、欲しいです。どこにあるか知ってるの。ローズのために友達を用意したよ。まだ続くのか。ちゃんと遊べたら教えてあげる。まだ続くのか、このステージが。うわ、なんだこれ。どうなってるの。これはローズが小さくなったのか、みんなが大きくなったのか。かわいそうなローズ。僕のベッドルームで待ってるよ。じゃあね。かくれんぼしよう。見つからずに私のところまで来れるかな。かくれんぼってね、誰が鬼。誰がね。あ、こっちは通れないね。向こう行くのか。これはローズちゃんが、なんか、混乱しますね。さあ、いい？え？これからお友達で楽しみに。え、なんかすごい、武器を持ったお友達が。あ、あいつらに見つかっちゃいけないのか。いや、そんな。え、私がやられてる。わぁ。スニーキングミッション。比較的私が苦手な。あ、ここ動くか。あ、ここにいたお友達が動いたんだ。わぁ、そういうことか。で、私の人形は倒されているんだな。なんてひどいこと。ああ、見つかっちゃいけないんだね。ああ、じゃあパターンを見なきゃいけないのか。あいつはどういう動きをするか。あのライトに入らなければ大丈夫かな。あ、ライトに入らなければ大丈夫だね、多分。本当だよ。このまま先に進めばいいの？そうみたいだ。え、どこ行きゃいい？これ。あれ、あいつこっち見てる？回ってない？金閣がどっかにあるね、これね。あ、あいつこっち見て回ってる。やらしい。あそこにもいるな。どこに行ける？さーて、ローズはどこに隠れてるの？どこかな？核はどこにあるんだ、これ。そこにあるのかな。ないね、こっちじゃないね。ということは向こう行かなあかんのか。こいつが来たもんな。この2体が動いてるんだね。ということは、こっちいいのか。あ、間違えた。あー、ごめんなさい。ダメか。あ、いいのか。ちょっとはいけるんだ。ちょっとはいけるんだ。あ、びっくりした。ちょっとはいけるんだ。
で、何？あ、よかった。よかった。生き残れた。ああやって一回、この野郎ってやると、少し、この野郎ってやると少しいいんだ。あ、よかった。かくれんぼ、苦手です。ここか。ここだね。あ、これしゃがみながらね、これできないんですよ、これ。で、あっちに戻らなきゃいけないんだよね。戻るときってこれ飛び降りていける？飛び降りていっていい？飛び降りていきたいんだけど。アイテムないし、どうせ。よし。で、これでここが進めるようになったような気がします。で、あれは届くかな？金閣。あ、届くね。で、これやると、そういうことか。わかったわかった。これを、彼らは、この、おバカだから、うわ、あんなにたくさんいるけど、さすがにあれは無理だろう。これ隠れればいいんじゃないか、コイン。あ、違うな。でも、彼らは鳥かごを、あった。鳥かごを落とすと、彼らは反応してくるから、鳥かごを落として、隠れればいいんだ、コイン。やっぱり多分。あ、彼らは、基本的におバカ彼は基本的にちょっとおバカなんだね。うん。おバカって言っちゃいけないけど、ちょっとおバカ。おバカ入ってるんだね、ちょっと。よし。ほう。ああ、怖い。ああ、いるな。結構いやらしい感じいるね。この金閣を問わせるのはここじゃないな。また行かなかんね。ローズちゃん頑張るんだ。核はどこだ？あ、そこだ。届かないよね。届かないよね。届かないね。届かないし、上に立ってるやつ、上に座ってるやつもこっち見てるぞ。この先に行きたいのに。どうしたらいいのこれ。どうすればいいのこれ。これって、すんげえ数いるんだけど。これここ降りても大丈夫かな？他買わせるもんないもんね。届かないね。ライトが当たらなければ大丈夫かな？あ、でも動き出したね、今ので。こいつは動き出した。嫌な動きしてるなぁ。2体いるんだよなぁ、そこに。嫌な動きしてんなぁ、こいつら。嫌な動きしてんなぁ。あいつがどっちに行くんだ、あれ。あいつはあっちには行かない。だから、あそこの裏に入ればいいんだ。っていいのかな？もう一人来てるね。この明かりは。違うな。違うな。あの裏に行かなきゃいけないけど、2体いるね。ごめんね。
コーヒーこぼれ、ストップ、うん、2体いるからね、あいつもこっち見るんだよ。で、もう一人こっち来た。何体いるんだこれ。ここのタイミングか。このタイミングだ。このタイミングで。で、どこ行け、あの下に行けばいいんだ。多分。あ、多分ね。多分って言い方ばっかりしてるけど。多分あの下に行けばいいんじゃないだろうかと。いう希望、願望で行こう。行けるかな？とりあえずこっち来た。あ、やっぱり。これできる。行け。で、向こうに行ったから、今度は僕が、どこ行きゃいいんだろう、次は。あの金閣か。あれだ。で、こっち行けるようになった。ほう。まあ、でも、よーく考えれば、え、なに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 、かけろ、かけろ、かけろ。かけろ、かけろ。なんだ、音がするんだけど。何この音。何この音。え？なんか音しない？何の音？あ、ドアの音だ。ドアが。なんだろう、あのドア。びっくりした。ママ、これもしかして。あれ？ママだよね、これ。ママだよね。ママだ。ミアだ。え、ママは、このママは、あの、光で見てるのかな、ひょっとして。ってことは、行っちゃえばいいんだ。行っちゃえばいいのかな？あ、あ、これ使っておこうかもね、今回はね。あれどうやって行けばいいんだろう。え、あれどうやって行けばいい？あそこの。ママ、とりあえずこっちは来ないだろう。あれ？あの、右の前にいるやつあれどうすればいい？ひょっとしてこれで倒せる？これ。あ、倒した。倒せた、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 倒せた。倒せたけど、使っちゃった。これは？どういう動きを？彼女は。見つけた。よし、倒せた。倒せるけど、あ、もう使っちゃったよ、全部。しまった。全部使っちゃった。確か、あそこがベッドルームだったはずよね。あ、あった。倒せることは分かったからね。あ、復活した。復活するのか、あいつ。ああ。ごめん、見てなかった。こいつどういう動きするかな。倒せないからね、これね。あいつどういう動きするんだろう。隠れるところがないんだけど、とりあえず。やらしいな、動きが。ああいう動きしてるんだ。で、どこ行けばいいんだろう。あ、あった、角だ。角があった。やらしいな、この人の動き。
どうせんのこれ。ママ、倒せるか。ママを倒せた。あら、あー、ダメだった。ママダメだね。あ、こっからでできるんだ、よかった。か、お母さんは見てる方向で行くんだよね。ということは、こいつここで、こいつが邪魔なんだよ。要は、お母さんは見てる方向で行くから、見てさえいなければいいんだよ。ね。で、ここ確か入れないかな。入れた。やったやった、うまくいった。お母さん怖いぞ。お母さんどこ行くんだ、あんた。お母さん後ろ向け。怖え、お母さん。よし、行った。これベッドルームだよね。よし、入った。そう、何これ。みんなローズが嫌い。え、化け物だもんね。ちょっと、ひどい。変な力を持ってるから。お父さんと同じだ。だから友達がいないんだ。うるさい。本当のことだよ。わからないふりをしてるの。ひどいなぁ。怖ぁ。怖い。怖い。うわ、来た。お母さん来た。お母さんも来た。え？まだ続くの？早く逃げなきゃ。まだ続くのかよ。あ、気持ち悪い。気持ち悪い。気持ち悪い。お母さん来てる、ひょっとして。お母さん来てる？来てないね。え、どっちえ、どっちこれ？当たるか。うるさい！気持ち悪い。気持ち悪い。怖い。怖い。マイケル。こっちか。怖い、これ。おぉ。やった。よかった。怖かった。これ以上聞きたくない。そうだよね。なんであいつら父さんのこと、会ったことないのに。父親のことは嫌い。さあ、わからない。何も知らないんだから。知りたいよ。知ってるのは、私を守って死んだこと。時々、まだ生きてたらどうなってるかなって想像するの。自転車教えたり、宿題手伝ったり、絵本を読んでくれたり、ずっとそばにいて褒めてくれたりした。私が不安になった時は、父さんなら何て言ってくれるのかな。おいで、君に見せたいものがある。え、あれ、ここって、ここはどこ。なんか感動系かな。ここ、これ家だよ。ここなら安全だろ。これ、なんだか懐かしい。前に
来たことある気がする。飾り付けがたくさんある。何か特別な日なの？ここ皆さん覚えてますか？バイオハザードビレッジの一番最初でイーサンとミアとローズが住んでいた家です。ただまあバイオハザードビレッジの冒頭ではもうミアはミランダになっていたんですけど、でも三人が暮らしたうちですね。トゥードゥ完了、飾り付けをするリビング完了、ワインを買うキッチン完了、もう一つのプレゼントを用意する書斎。やっぱりマイケルはやっぱり、あ、なんだろう、二人がいて本当に幸せだ。声が聞こえる。これって父さん？イーサンの声だ。なんかここは昔私が暮らしてた家なんだ。そうだね。もしかして他のものからも父さんの声が聞こえるのかな。なんか泣けてきたんだけど、なんか涙が出てくるんだけど、ちょっと感動のシーンなんであんまり喋らないようにいきたいと思います。ここはね、なんか悲しくなってくるんでね。今は無理だけどいつか一緒にワインを飲めるようになるのかな。へえ、ワインが好きだったんだ。ミルクを飲むのが何より好きだよな。きっと泣いたらすぐ飲ませてくれたんだね。いろいろ見てみたら？うん。ありがとう。ローズは本当食いしん坊だ。しかもフルーツばかり欲しがる。ずっとフルーツが好きなんだよね。これを流すとスプーンを叩く。将来はミュージシャンか？父さんは楽器を弾いてたのかな？ちょっとね、セーブだけしておきます。ありがとうございます。2階は興味ない？思い出の曲だ、大切な。この曲、なんだか懐かしい。好きだな。ここ、私の部屋？子供の成長って早いな。ずっと見ていたい。
ベッドがすごくちっちゃい。きっとこの服もすぐに小さくなるな。ちっちゃな服、こんなの着てたんだ。2月2日はローズのハーフバースデーだ。あっという間の半年だったな。この瞬間の気持ちを記録しておきたくて手紙を書いた。少し感傷的になったかもしれない。誰かに見られたら恥ずかしいから、今は棚の引き出しに入れておく。これなら見つからないだろう。鍵はお気に入りの写真の裏に隠しておくか。どちらかというとローズはパパにかな。私幸せそう。誰からの手紙？ハーフバースデーおめでとう。プレゼントは約束だよ。たとえ何があってもそばにいる。誕生日にはろうそくを一緒に吹き消そう。朝はパパがご飯を作って学校へ送るよ。怖い夢を見た時は子守歌を歌おうか。不安な時は抱きしめて大丈夫って言ってやる。ローズはパパの宝物だ。それを忘れないで。パパより。お前は愛されてない。マイケル助けて。マイケル、いや、エブリン出てきた。ごめんなさい、ちょっとね、感動でね。イーサンの。ねえ、知ってる？エブリン。お前が欲しがっているものは、ここにはないよ。じゃあ、浄化結晶は持ってないってわけ？ここにあるわけないでしょ。それには深く潜らないと。もっともっと。かわいそう。また騙されちゃって。どうしてこんなことするの？誰もお前を愛さない。一人ぼっちで死ねばいい。一人ぼっちで。しまいだ。もうこの家ごと飲まれちゃえ。この家から逃げなきゃ。私が先だったのに。先って？どうしてお前が選ばれたんだ？ローズはエブリンを知らないですからね。エブリンはバイオハザード7のキーキャラクターというか敵です。動けなかったけど、これダメかな。ゲームオーバー。ひょっとしてやっぱりゲームオーバーですね。あれ、なんで？しまいだ。エブリンがまさかね、出てくるとはね。私が先だったのに。エブリンが僕ね、エブリンってそんなに嫌いじゃないんですよ、実は。お前が選ばれたんだ。一体何を言ってるの？そんなに嫌いじゃないんですよね、エブリンのこと。お前なんかどうしようもない、出来損ないのくせに。だから
実はエブリンとローズってちょっと境遇がね、なんとなくその環境でしょうかは似てるんですよ。でもエブリンには家族がいなかったんですね。欲張りは嫌われるよ。こんなに友達を用意してあげたのに。これで合ってるかな。ねえ、どこに行くつもりなの。ほら、お前の家族だよ。いらないいらない、いやそんな家族いらない。そんなのいらない、そんなのいらない、そんなママいらない、ママそんなたくさんのママいらない。死んじゃえ。たくさんのママいらない。大丈夫かな。ちょっと止めとくか。止めるか一回止めた方がいいね。行ってくれ。行ってくれ。あ、行けた。私が愛されるはずだった。うわ。だからみんなが死ぬのずっと待ってた。ああ。果たして。何？そういう考えになっちゃったんだね。マイケル、急げ。マイケル、ありがとう。出てこられたんだね。ありがとう、マイケル。油断するな。エブリンが原因だ。エブリン？あの子のこと？このままでは館から出られない。そうか。まさか、ボスが、中ボスがエブリンだとは。君の力であの子を抑え込め。エブリンが弱れば、もっと協力できる。エブリンと戦う。お。回復薬と、あ、最強パワーアップ。気をつけていけ。君ならできる。なんかよくわからんがいきます。ここからは出られない。ずっとしゃがんで隠れる。あ、合ってたんだ。あ、エブリンってね、あのバイオ7の最後でああいう風に衝撃波で戦ってきましたからね。私はずっといい子だった。力を使う。やった。え、まだダメ。どこいる。次はどこ。あ、ここだ。あ、危ない。足場がなくなってきたぞ。おい、足元に注意しろ。まあ確かにな。どこ。あ、ここだ。ここだ。お前さえ生まれてこなきゃ、私が愛されてた。あんな。あ、次はどこだ。次どこ。え、どこ。あ、あれか。うわ、え、どこにある？あれか。特別なのは私。お前は一人ぼっちだ。ここか。空っぽだ。誰も必要ない。怖い。怖い。大丈夫。君は一人じゃない。ありがとう。行くぞ。違う、ダメだ。隠れよ。敵そこない。力を当て続けろ。やだ、やめろ。やった。やったか。
あ、エブリン。私やっぱり失敗作なんだ。それがかわいそうだよな。だから誰も愛してくれない。どういうこと？近づくな！これは全部お前のせいだ！お前なんてもういなくなれ！どうぞ危ない！あ、諦めるな。結晶を見つけろ。イーサン、今の。諦めるな。結晶を見つけろ。彼のおかげで助かったのね。必ず結晶を見つけなきゃ。ということでね、やっぱりマイケルは、でも先に進まないと。マイケルはやっぱりイーサンでした。ちょっと今回の回は、不気味な部分から始まったんですけど、濃かったですね。イーサンの思いがローズに伝わりましたね。で、やっぱりちょっとね、エブリンもちょっとかわいそうだなと思いながら、今回ちょっと感動シーンが多かったので、ここで終了したいと思います。皆さん、ご覧いただきありがとうございました。おそらくもう終盤が近いんじゃないかと思います。また次でお会いいたしましょう。皆さん親友でございます。お離れ婚でございました。どうぞイーサンのことをね、ちょっと思いながら終了でございます。